国立科学博物館に現れた圧巻のリアル哺乳類大図鑑に子供も大人も大興奮。今回のテーマは分類と系統。哺乳類たちを見た目や内部の特徴、DNA などでグループ分け、それらの関係性をつなぎ合わせて哺乳類の進化の不思議に迫ります。今回は特別にこの哺乳類展の見どころを2人の先生に聞いちゃいます。大哺乳類展3見どころポイント入門編。最初に話を聞くのはモグラなど小動物からクマやゾウなど大型動物まで、あらゆる哺乳類を扱う川田先生。大哺乳類展3では川田先生は2体の巨大なゾウの展示も担当したんです。川田先生、見どころ教えてください。今回やっぱアフリカゾウとアジアゾウの全身骨格というのはちょっと今回もぜひ用意したかった展示物なんですけど、川田先生のおすすめポイント入門編はやっぱりこちら、2体のゾウの骨格標本。オスのアフリカゾウで、オスのアジアゾウなんですけど、そのまあ2つのまあゾウについてね、こうやってもう並べて比較できるという機会ってなかなかないと思うんです。これぐらいの大きさの標本を、その間あたりに立って頭の骨の位置、頭の両方の頭が見えるようにですね、こんなところに立って、まあ、2つ眺めてみると、あのアジアゾウの方がこう面長なんですよね。顔がちょっと長い縦長な感じになってるんですね。でアフリカゾウというのは横にものすごくがっしりしたような感じの顔つきになっているというのが分かると思うんですけど、確かに比べてみると違いが分かりますね。生きている時の姿、写真なんか見てはもうそういう風になってるんですけど、やっぱ骨にしたらそれがよく分かるんじゃないのかなと思うんですけど、多分鼻がないから、あの頭の形形状なんかよく見やすくなってるんじゃないかなと僕勝手に思ってるんですけど、あとあの体のラインがあのアフリカゾウとアジアゾウで違うなんていうことになる、背筋のこの、アフリカゾウってこう一回下がってまたお尻のところが上がるみたいな感じになってるんですけど、アジアゾウは割と上がドーム状というかそんな感じになってるんですけど、そういうところもねやっぱり違うんですよ、中身になってくるので、そういうようなところでまあ、あーでかいなって思っていただくのがまあもちろん大切なんですけど、じゃあニシンのどういうところが違ってるのかなとか、そういうところまでじっくり観察して何かあの答えを見つけてくれたら嬉しいなと思ってます。続いてお話を聞くのは海の哺乳類のスペシャリスト田島先生。大哺乳類展3では宙を泳ぐクジラの骨格標本の展示などを担当しているんです。先生、お忙しいところすみません。おすすめポイント教えてください。すると先生は会場の入り口の方に、じゃじゃん、心臓です。そこに待ち受けていたのは巨大な心臓。我々人間も心臓を持っていると思うんですけれども、実はですね、心臓にもつながったり分けたりっていう、いわゆる系統と分類が反映されている臓器でもあるんですね。でこれがですね、今回初お披露目となります地球上最大の動物と言われていますシロナガスクジラの実物大の心臓のレプリカ標本になります。シロナガスクジラは実は30メートルぐらいになる、まあ、クジラの一種なんですけれども、こんだけの大きさの、まあ、心臓を持っているんですね。でも実は我々と同じ構造をしているので、それをですね、大きいからなんか特別なのかなとは思わず、実は我々と同じ構造を持っているんだっていうのも、この標本からぜひ受け取っていただきたいなというふうに思います。さらに哺乳類の心臓にまつわるこんな話も。大きい動物は基本的に心拍数がゆっくりという、まあ、傾向があるんですね。一方小さい動物たちはですね、1分間、まあ、例えば1分間という時間にしますと、非常に例えば1000回以上非常にパパ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 パってあの拍動数が速いっていうのがあるんですけれども、小さい動物は寿命が短い、逆に大きい動物は寿命が長い、なので一生拍動する
心拍数は実は一緒だっていうことも、まあ、傾向もあるんです、まあ、一概には言えないんですけど。なのでシロナガスクジラは実は潜るときは1分間にたった2回しか活動しません。でアジアゾウは陸上にいて静止中1分間に30回。そう、一方でチビトガリネズミと一番ちっちゃい、まあ、ちっちゃい部類に入るネズミさんは1分間になんと1000回以上も活動しているということで。それでは人間は1分間に何回活動するか知ってますか？はい、正解はですね、このパネルにも書いてあるんですけど、だいたい1秒間に1回拍動するみたいなので、60回から70回拍動すると言われています。自分たちの胸に手を当てて数えてみるのも勉強になるかもしれませんね。